こうして、この世界にまた一つ。すごいこれ決まったね。じゃあ、アリス御用意したこうかな。一生忘れられない記録。若い彼女ができたの。100万人よ。わーかわー。せめてみんなごめんなさい。糸のどこはそうよ。姉シリーズ、完成していたのに。姉ちゃんの見られてる意志が強くなりすぎている。私も予定のような世界にこのまでいいと決めくれたなら見せれるはずよ。お願い。さあ始めるわよ。グッズ配信を。うちのタヌキ配信やってねえよ。あのアホじゃないわ。私の中のイマジナリーフレンドが新しいことやりたいと叫んでる。さあ行くわよ。さらなる新エネー。おいっす。理解の姿勢を見せようとはした霊夢だった。そんなことあるかって。いやお疲れ。もう一回全部エンディング見直すことになるなんてさ。怒涛の勢いで回収し直したわね。で、この3つが今回増えたエンディングね。なんか奇跡的に一つも回収できなかったわ。ってことは結構絡めてなものが残ってるのか。とりあえずやったことない配信だったりこれかもって山張って復帰配信始めようかしら。行くわよアメチャソ。この感覚、馴染む。とても久しぶりだわ、アメちゃん。ぜひ、ただいま帰りました、ジェフ。は、しょいしょい。さあ、変身よ。女の子が変身する瞬間こそ、この世で一番尊ぶべき瞬間。思いと願いを背負い、私じゃない私となって救いを差し伸べる。強く優しく、そして儚いその姿に人々は感謝の念を抱かざるを得ないのよ。行きなさいさちゃんとさ、とりあえず11日目まで進めたわ。今回はどういう戦略で？私前回のプレイでね、ネットのあの配信、都市伝説ジャンルをほとんど進めてないのよね。その辺3つ進めていこうかしらと。ネットロアって自称行為必要だったか？久しく愛おしいわね、ケンちゃん。ほどほどになさいな。ったくオラやってらんねえですわ。えひ、この闇顔がたまらない。そういえば前回の最後の方でも思ったんだけど、リツイートの数とかが登録者相応の数になったのね。ちょっと少なめだったけどリアルな数字になったわ。あれ？お薬で何か得られると思ってやったのに、明日への切手じゃなきゃダメだったかしら？おい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 、もう一回エンディング行ったとはいえためらいなくなりすぎだろ。必要経費よ。あ、これって実際3人いるのね。あ、新しい配信ネタハイボロンの方だったわ。お前マジで何してんだ。今起きたみたいな顔してんじゃねえよ。とりあえず陰謀論配信やってお茶にごしましょう。コンビニ感覚で陰謀唱えないで。薬ありすぎたから闇度が100に。アメちゃんの SOS に気が付いてね。もちろんよ任せなさい。私が一番は。よ任せなさい。私が一番は。よ任せなさい。私が一番は。今の何？止まった？急にすぐに消せって。ゲーム落ちた。お前ちょっと離れろ苦しい。これ新メガテンの都市伝説だ。今までこんなの一回も見たことないのに急に来るなんて。で特にエンディングでもないってことはただの隠し実績だわ。漏らすかと思った。やめて。完全に心を砕かれたわ。あ、今日は何もしません。アメちゃんも砕かれてない。ビビってないし。16日はネットロア、さらに駅の話して、霊夢前さ、キメイッチって出たの覚えてるかしら？あったわね、動画屈指の問題になりそうだから完全スルーしたキメイッチ。あれってわざわざキメイッチって書いてあるってこと？明日への切符を使った状態で見聞を深めまくってみようと思う。そこのシリーズ毎回こんなギリなラインばっかりかよ。よっしゃ、見聞深めまくるわよ。そうなの。あれ、なにこれ？はぁ、知らない知識の保留が止まんねえ。これって何事？おい、大丈夫か？ぜひぜひ、なんとか。今日はとっても楽しくてふわふわすることしたよ。いつかみんなにも教えてあげるかも。青銀のと交換と。感が同時に来るのためらねえ。途中で記憶飛んじゃうのがもったいなさすぎる。避けてたものがド級のものだったじゃないか。ここまでとは。2回目行くわよ。これの先に何かあればいいが。聞けねえ。未知への探求心が空き地を呼んでいる。ここの流し目好き。それは、わかる。あれ、広く待って全ての答えが左っちなのー。そんなこと知ったら私の脳みそが。こうして、この世界にまた一つ、新たな扉が開かれた。レインボー旅行切手を使った状態で知識を共有すると。脳みそ全部シェイクされて全部持っていかれそうになって起きたらめっちゃ全身ビクンビクンする。3回目行くわよ。おい無理するなよ。ああもうレベルが上がっちまったぞ。おい再加工版になっちゃった。より極まっちまったわこれな。おいどうせ言ってこれ。このタイミングでコメント残さなきゃいけない私の身になったことあるか。ねえよな。迷いポケモンで使わなかったからってここでかよ。いやー海賊の団体って暗闇に身を狙った目のものだったの。そんなこと知ったら私ギリー。葉っぱと合わせて接したらもはや仲良しってレベル超えて突入をしちゃった。最強の従順だ。トロトロやってんじゃねえよこのノロマー。うわいきなり普通壊すな。交換と調整して飛んで21日目。おい無理はするなよ。むしろ心地よいわ。感じたことないものばかりが流れ込んでくるの。ふわふわ自適を失ってあまりの情報量に焦点する。うはふわになって体の色が変わるの。すごいすごいこれ決まった。めっちゃアリスご用意したこうかな。気持ちいい気持ち気持ちいい。サトリ、サトリ、あんた映せない顔なってるって。いやこっちが良くねえんだわ。この世界って実は青いのに住による実験場だったの。いやいや。みんなには言えないけど絶対にやることをやめるって固く誓ったので応援してね。そんな大事じゃないよ。ちょっとダイエットするからアイス変えるとかそのレベル。もう薬かけ、かけた快感より気持ちいいことかなんもないかも。ごめんなさーい。日にち戻して。昔はめちゃ怖い扱いだった幽霊や妖怪がさ、今はオタクたちが美少女化して消費してるんだよね。怪奇の色には勝てなかったな。ある意味正しい時代の流れよね。恐れはどんどんと別のものへと移り変わるものよ。進歩というか進化してる感あるな、こういうの。ネットに投稿された階段でね、触覚様って440センチのある女性が子供を払うお話で、ある日を境に触覚様のエッチなイラストが流行したんだ。ある意味高身長女性と少年の女性だからね。そうなるともうネットの印象が一気に触覚
ね。まさにエロイズパワーの典型例よね。創作活動ではある意味忘れてはならない大事な要素よ。掲示板書き越して、お、最後のネットロア来たわね。最後は今日てんちゃん自身か。ふさわしいわ。ねえ、ネットロアってやっぱりどこまで行ってもネット住民の創作なんだけど、こうして誰かに語られ続けることによってどんどん言葉に力が宿って真実になることがあるんだよ。ここで一つとっておきのネットロアを話してあげましょう。混沌としたインターネットの電子の上にこんな天使みたいな子がいたらいいなというオタクたちの願いが集まって生まれた存在がいました。彼女はインターネットエンジェルを名乗り配信を通してオタクたちと交流してるうちにその存在がネットの端々まで広がっていって、やがて完全に魂を宿すようになりました。魂を持った彼女の夢は世界一のインターネット配信者になること。そして世界中のオタクを救済する配信者だったら、その時は自身の魂も救われて天界に昇ることができるという夢にて、でも彼女はネットを通して人間たちの醜さも学習しました。もし彼女の精神が醜さに汚染され汚れてしまった時、その時はこのインターネットを滅ぼす悪魔になるのかもしれない。信じるか信じないかはあなた次第だよ。いい落ち目、これはいいわ。きっと今後も語り継がれる伝説になったに違いない。ねえ、星が降る夜に空に向かってお願いをとしたら願いを叶える夜汽車が通るって知ってた。私が小学校の頃に流行ったおまじないだよ。その時は一緒に汽車に乗って宇宙を回って遊ぼうね。約束だよ。おおっと、これは何かのフラグじゃないと、わざわざ配信終わりにこんなことは言わないだろうな。夜に何かある？特にネタ獲得できるポップだったりはないけど。お出かけですか？公園でもぶらつきます？じゃ縁も特になし。新しい配信もなさそうね。とりあえず闇配信しとくか。そうね、フォロワー数も関係してるかもね。とりあえず最後の闇配信の分言っときますか。そうね。しかし最後の闇配信は強制週刊エンド公演言っとく。あれーなんだこれー。銀河ステーションってなんだよ。序盤にかしら、私夜公演に行ってイベント起きるのだと思い込んでた。わ、ワクワクする。蒸気機関車だ。これって配信とかじゃないわよね。生きる意味を探しに行かれた。エンタメを生み出すという他者への献身を忘れなかった頂点ちゃんの向かう先よ。本当に気合乗っちゃったね。配信してる。見てよ、星空、こんなに綺麗だったんだ。夜に外、出ないものね。北十字星とっても輝いている。きっと神様が作ったんだろうね。素敵。神様がいるならいいことをしたら私たちを天国へ連れて行ってくれるのかな。それがあなたの求めている場所なら。本当はね、ずっとインターネットに取り憑かれる日々が地獄みたいだった。確かにいろんな数字は伸びて客観的に見たら幸せそうだったんだろうけど、心はそうじゃなかったから。ねえ、本当の幸せって何だと思う？この問答ができる瞬間、人からどう見られるかだけを考えすぎたかも。誰も私の本心を見てくれなかった。一人だけそばにいてくれたけどね。右地獄。あなたはもっと自由に生きて、私が解放してあげるから。それがあなたにとっての幸せにつながるなら、受け入れる。最後まで誰かのためを思えるあなたは素敵よ。私たちの旅もここまで。あなたはあなたが幸せと思えることを、些細なことでいい。それを見つけて。ミルキーウェイトレイン、約束された場所が永遠のユートピア。見えてる。たまには外出ていろんなもの見ましょうね。はい。旅を流したものの止まれないのが将軍なのよね。100万行くのも難しくなくなってきたわね。まずは記念配信で100万は超えときましょうか。さてさて、とりあえずボーダーは超えたからここからよね。悟り待って、これアメちゃんなんか言ってること違くね。みんな私のこと嫌いなんじゃないかって。そんなことないって分かってはいるけど、怖くて震えて仕方がないの。全部壊しちゃおっかな。こんな世界いらないよ。みんなが攻撃してくるんだから私が壊したっていいよね。ほらインターネットエンジェル、マリサマン、コンパクマン、バー空発だ、バー空発だ、バー空発だ、パーロディーだ。帰ってちょうだい。ほらいいじゃんかね。特に何が悪いだろ。記念配信が置き換わってる。不安しかねえよ。ら、せいぜい炭酸電池入れる場所に単一ぶち込むくらいの悪さであってほしいわ。わー、ゴーストもったい。形から入るのね。バーンバニングスみたいなカラーリングだ。似合う似合うわよ。平家はあっとけわんぬ。これはランケワンティーの。この陰気に溢れたインターネットを包み込む大きな闇、電子の海を漂う虫たちに死の救済を。アレンゴーか。過去のトラウマにとらわれてうつの波に翼を奪われた。インターネットダークエンジェル、ただいま降臨。これただの感謝配信じゃないわよね。絶対違う意図あるよ。でもそれ以上にあなたたちは今日天ちゃんを傷つけてきたよね。何したことか。世界中から襲い来る言葉のナイフどれだけ痛かったかわかる？誹謗中傷、いじめ、殺人、予告人格攻撃、エコーチェンバー、カルトニカですか。こんな奴らのために頑張ってきたわけだ。わかるわ、アメちゃんわかるが。今か、このタイミングなのか。人の痛みを理解できないインターネットが狂ってんだよ。必ず復讐してやるから。正体かに心持たないハートレスみたいな人たまにいるけど、ここに至るまで計画的だったのこの子。まずいわよ。前回テロ時見たエンディングもあったのよ。まずいわよ。うぎずぐぐぐぐ。足のとこのベルトに追いかけて。仮になっちゃえ妖怪がよ。お前たちに言葉のナイフで切られるたびに発狂した私は同じだけ自分を傷つけた。まずい。私も差し付いた。こんなに痛めやったらやっぱなきゃダメなのよ。YouTube 的にこれアウトよ。ごめん。どうすれば復讐できるか、どうすればお前らも痛めつけられるかずっと考えてた。100万人以上のオタクたち、おかげで人数だけは十分集まったわね。まずいわ。一生忘れられない傷をつけてやるから。ダークエンジェル、私たち二人で墓を掘る。墓穴掘っても掘っても足りないの。この間視聴に来てた100万人、全然埋め終わらないわね。もっといい道はなかったの？もっといい方法。効率的な穴の掘り方？そこじゃないわ。あったわ、まだできること。え？世界を革命する、すべての人類にアメちゃんを認知させる。それってどういう？地球すべての人の願いを背負い、そのままアメちゃんの願いも叶えるわ。フォロワーのカンストってこと？最後のファクターはそこよきっと。だったら世界の天使になったら、すべてを超えていくわ。どうやってカンストできるのかしら？肝となってくるのは配信と ASMR ね。そしてこれね。そういえば付随するボーナスあったな。アメちゃんとイチャコクと溜まる経験っていうボーナス。これをガンガン高めつつ連続配信ボーナスを途切れさせないようにして。配信の一撃を超絶高くするのを繰り返すわ。とにかく連続配信ね。さて最初のチャプター10日目ですが、しっかり組み立てて
て増やしたら10日で20万いけんの。縦に何周もしてないわ。さらに研ぎ澄ませアメちゃん。おわぁ。ナイス ASMR。イチャイチャにイチャイチャを重ねイチャを2乗せし。どう？一気に100万増えるのー。かなりローペースね。現在15日目。悪くないと思われるわ。続いて、ネトラレに行ってもらわ。そこは何周やっても慣れないのな。これって気をつけることあるのかな。必ず配信を毎日やることね。アメちゃんが気まぐれで1日休みにした時は申し訳ないけど1日戻すことを推奨するわ。何よりどんな方法でもひとまず100万記念配信はこなした方がいい。というと、普通配信を行うとストレスがかなり増えるのだけれど、100万人記念配信をやった時点から配信で増えるストレスがなくなるわ。あ、それはマストだな。23日目はボーナス継続のため PR。ここまで来たらもう行くところまで行くしかないよね。この世界で一番の配信者、このインターネットを眺めばかりに照らし出す本物の天使。見たことないセリフだ。世界の果て、見に行きましょう。飛んで25日目、この瞬間のためにボーナスも貯めた、経験も。この倍率ならすごい増え方するのでは。いけたわ。999万、9999人登録。これ数時間ストで動かないだけで実際もっといるやつだろ。ラジオの反響やっぱ、インターネット中が私のことを話題にしているよ。やっぱりこの路線こそが最高の配信者への道だったんだ。つまり次は、何事？おーおー、偉いことなりだしたけど、霊夢気がつかない人が、世界が繋がっている。今なら救済できる。幸せを求める人を、頂点ちゃんが救える。あまりにも顔が良すぎて評論家は気絶するわ。世界一を記録し、次の配信の同設待機人数は1億人を突破よ。私夢見てる感じがする。うわぁ、このサイトも数字がこんなに回るなんて。頂点ちゃんが活気を振りまいたわ。さあ、最後の革命の時、世界は、私たちを軸とし昇天する。絶対運命、目白く。10番は、世界で一番の女、インターネットエンジェル、頂点ちゃんだよ。多分障害絶対見れない数字だ。心地よい、人の意志が統一され皆が頂点ちゃんを思い心がないでいる。でももうダメみたい。あまりに一気に同じ配信の人が押し寄せたせいで、インターネット全体が形を保てなくなっているようだね。ちょっとごめん、私には高尚すぎてよくわかんなかったんだけど。感じなさい霊夢、思えば私たち簡単に繋がりすぎていたのよ。人と人は一度、原始に戻るべきなんだ。あ、なんか、そんな気がしてきたような、そうでもないような。現実は非常で大変なことだらけだけど、頂点ちゃんはお前らを天から見てるから、だから、笑顔でお別れしような。ちょっとこれどうなるの？委ねなさい。とわー、ヒデみたいになってるんだけ。エンゲージてよ、命は眩しい朝を待っているだけよ。投稿を深くたんじゃない。いろいろこだわりがあったからね。わかる。これからは楽に行きましょう。頑張るよ。